同じクラスの西本くんが、ちょっと学校に来れてないからな、宿題持ってくように頼まれたけど、ここだと思うんだけど、でけえ、でけえ、なんだこの家、うわ、西本くんってお金持ちだったんだ。すげえ。どっち行ったらいいんだ？こっちか。すごいな。すごい家だ。よっ。ん？あれ。開いてる。ごめんください。ごめんください。あれ誰だ？何？竹則くんの同じクラスの高文と申します。はい。上がっていいんだ。お邪魔します。はい、どうぞ。入って。暑かったっしょ。うん。さっきのが西本武成か。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。竹則くんに宿題を持ってきたんですが。竹則です。竹則くん？竹則くんっていうのは？よろしく！そう。よろしく！竹則くん？うん。よろしく！よろしく。なんか思ってた感じと違うな。何が？いや、どうしたすっごい大きい家だからさ、なんか、すごいお坊ちゃまなんだろうなぁと思って。すごい大きいお水飲んでるね。そう？これ当たり前っしょ。一日でこんなん飲み越すよ。そんなガンガン逆さにしないよ。大丈夫？体調。体調？うん。全然大丈夫よ。そっか。はじめまして、僕、高文です。うん。高文くんか。そう。よろしくね。大丈夫？さっき食べたソーセージ、詰まってさ、乗せて。さっきソーセージ食べたんだ。うん。びっくりした。てっきり病気のあれでいいかと思って。ソーセージがちょっと詰まってただけなんだ。そう。よかった。そっか。なんか遊ぶ？なんか遊ぶか。遊んでいいの？せっかく来たんだしさ。うん。遊ぶ？うん。でもなんかミスマッチだな、この家と。この家とミスマッチだな。今親いないしさ。そうなんだ。そう。うん。なんか自由に。普段何して遊ぶの？普段？うん。普段友達とは、ま、俺のジャンプ力見てみ？振動がすごい。俺のジャンプ力見てみ？どうすうん。うん。はぁ。いつもはその、まあ、友達みんなというときは鬼ごっこだったり、ゲームだったり、なんかそういうのしてるけど、スイッチとかさ、今スマホでもゲームできるしさ。じゃあさ、うん。チンゲモヤし大会する？え？チンゲモヤし大会。チンゲモヤし大会？うん、チンゲモヤし大会。しないよ。なんで？いや、なんでって、そんなことしないもん。チンゲモヤし大会やろうよ。そんなことしないよ。いや、盛り上がるって。
え、盛り上がんないよ、その、やらないよ。ええー、そんなことしてんの、いつも。あ、別に上村くんのチンゲでもいいから、その。いや、嫌だよ。その方が嫌だよ。いや、上村くんのでいいよ、今日は。じゃあ。いや、嫌だよ。じゃあいいよ、上村くんのでいいよ。のでいいよ、じゃなくて僕が嫌なんだよ。ええー、そうなん？嫌だよ、っていうか、もうやらない方がいいよ、そんな。火を取り扱うんだったら、その、僕ら子供だけじゃダメだしさ、まず大人の人もいなきゃダメだし。ああ、じゃあ、坂巻？坂巻？え、坂巻？坂巻いないのかな？坂巻って？あ、お手伝いの一人。わ、お手伝いさんいるんだ。おい、坂巻？お手伝いさん呼び捨てで呼んでる。坂巻？え？どうですか？ん？坂巻いるの？おい、いるもんです。あの、チンゲムネ大会しようと思うんだけど。危ないからやめてください。はーい。ダメだってさ。ああ、あ、坂巻さんいたんだ。うん。すっごい太ってる人なのかな、坂巻なんて。そう、坂巻はもうほんと体重、もう202キロぐらいあるかな。202キロ？うん。よくお手伝いできるね。すごいんだよ、だから。手伝い、よくできるね。そう、坂巻はもう俺の一番仲いい。あ、そうなんだ。なあ、坂巻おい、すんな。なんて言ったんですか、今坂巻さん。いや、俺もなんて言ってるかわかんねえ。あ、わかんないんだ。俺のジャンプ力見に。ジャンプ力、その、やめて。ドスドスすごいから。お父様。え？いや、え、おじい様。え、外国人の方？外国人の方？なの？うん、そう。あ、え、僕のおじい様とおばあ様。おじい様とおばあ様。今最初お父様って言ったよね。うん、間違えちゃった。あ、お父様とそれだけ会えてないってことなのかな。いやー。え、こっちは？あ、これは僕の小さい頃さ。え？え？うん。え、だって、小さい頃って言っても今まだ小学6年生だよ。うん。え？そうだよ。これだってもう、ランドセル背負ってる。そう。小1とか？そう、これは小1。で、今小 6？ うん。え、こんな変わる？え、うん、そうなんだ。そうさ。海外の血が入ってるんだ。うん。じゃあ何する？クレーン射撃？クレーン射撃？クレーン射撃は俺あんま好きじゃないけど、いつも無理やりやらされるから。いやいや、クレーン射撃なんてしたことないよ。大丈夫？大丈夫。さっき食べたビッグマック。さっきビッグマック食べたの？めちゃめちゃ食欲あるんだ。大丈夫そうだな。じゃあクレーン射撃？いや、クレーン射撃ってあれでしょ？なんか変な皿みたいなのが飛んできて、それ、バンバン撃つやつでしょ？いや、あれ、おじさんがやってるのしか見たことないよ、あれ。マジ？すげえ、クレー射撃すんの？あ、じゃあ、チンゲ射撃でもいいけど。なんだ、チンゲ射撃って。俺が横からチンゲ投げるから、それ射撃するっていう。嫌だよ。じゃあいいよ、上村くんのチンゲでいいよ。いや、じゃあもういいよ、上村くんのチンゲ。違うよ、僕竹野くんのチンゲだから嫌がってるわけじゃないんだよ。チンゲを取り扱う遊びが嫌だって言ってんだよ。めず？いや、めずくないよ。え、なんでチンゲ、すぐチンゲと火使おうとするね。じゃあ、おならファイヤーする？お、また火使う。おならファイヤー？うん。なんか全部、その、汚いよ。リアクション？なにこのリアクション？ちょっと、わがままだな、最近の子供は。いえ、君だって子供じゃないか。いや、子供だけどさ。いや、その、やったことないんだよ、クレー射撃もさ、オナラファイヤーも。あ、そう。だって今の子供たちそんなのやんないよ。はあ。ん？また軽井沢に行って、エロ本読みてえな。なんで軽井沢行ってエロ本読むんだよ。軽井沢行ったらもっと他のことやりなよ。軽井沢で読むエロ本が一番いいよ。軽井沢で読むエロ本がいいの？いやいやいや、軽井沢だってもっといろいろあるじゃん。だってすごい自然もいっぱいあるしさ。軽井沢に行って。軽井沢に別荘あるんだ。軽井沢でクルージング
しながらエロ本読むのは最高なんだよな。もったいないよ、クルージングしながらエロ本は。いやー。じゃ、どうすんのさ。え、どうすんのさって、僕は今日宿題をね、今日持ってきただけで、うん、だからその、まさか、竹野くんが遊べると思わなかったからさ。うわぁやめてよ、やめてよ、うわぁ俺のジャンプ力を見ろ。それ何なんだよ、毎回。お父様みたいになれるかな。お父さんカメラマンなんだ。お父さんはカメラマンさんなんだ。そんな本読むの？すごい。ミスター・フィリップは言った。この星には何もない。なるほどな。なるほどな。え、この星には何もないで、なるほどなって。いやー。退屈な毎日さ。そうだよね。学校来れるようになるといいね。そうだね。はぁ。また遊びに来てよ。うん。僕、友達いないからさ。そっか。俺のジャンプ力見やがる。なんだよ。でもすごい元気だね。まあね。うん、よかった。おう。じゃあまた遊びに来るよ。うん、帰れよ。気をつけて。急に声でかい。びっくりした？びっくりした。びっくりした。うん。ちょっとやめてよ。なんで毎回金玉騒ぎ来るんだよ。金玉、金玉、たま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 た。金玉、金玉、たま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 ご焼きと。帰るね。うん。じゃあね。うん。気をつけてね。はーい。変な人だったなぁ。まあでも友達誰もいないんだ。かわいそうな子なんだな。あっち。え？チンゲ燃やしてる絶対。絶対チンゲ燃やしてる。あっち。いや、大丈夫？あ、うん。また来るから。うん。無理しないでね。うん。うん。危ないから。坂巻さんにもよろしく。坂巻、客人が帰るぞ。おー。え、竹野くんが言ってる？坂巻、客人が帰るぞ。おーい。ボタンが。いや、あ、別に見送りに来てくれるわけじゃないんだ。うん、なんか見送りはしんどいみたい。あ、まあ202キロもあるもんね。そう、でかいからさ。うん。じゃあね。じゃあね。すんごい家。もう見てね、おすすめ動画もあるよ。